さて、今日も旅は続きます。昨晩は天の橋立に行ったので、まずは朝の天の橋立に行きましょう。昨日ハチハウスのオーナーからもらったこのチケットが早速使えますね。そのオーナーも朝こんな書き置きを残してくれました。温かいゲストハウスだ。英語助けてくれてありがとうっていうのはどういうことですか？一緒に泊まったイタリア人のローレンス、アレックスとオーナーのコミュニケーションを英語で手伝ってました。あの二人はカップルらしく、今日はイネの方へ行くとのこと。なるほど。オーナーがジョジョ好きで昨晩もジョジョの話や旅の話で盛り上がりました。楽しい夜でした。スポークの俺から紡いだ縁ですね。ゲストハウスは出会いが多いですね。皆さんもゲストハウスへ泊まりましょう。旅の情報や楽しいひとときが待ってますよ。天の橋立ビューランドに到着。例のチケットを使って登っていきます。リフトなのかモノレールもありますよ。子供の頃のスキーの授業を思い出して懐かしくなりリフトを選びました。北海道は冬にスキー授業ありますもんね。スキー得意だったんですか？は？苦手だが。え、なぜわざわざ真冬の山にスキーを滑りに登らないかんのだ。ドサンコ全員がスキー得意だと思うなかれ。リフトは懐かしいのでは？リフトは好きなんです。乗り物として変人かな。旅人なんて変人しかいないんです。はい、頂上到着です。この長い浜が天の橋立ての全てだ。また覗きと言って天地を逆にしてみると龍が登っているように見えるのは有名ですね。ほう、どれどれ。ほう、確かに龍が登っているように見えるのか。あの、写真をひっくり返すなら我々がひっくり返っては意味がないのでは。あ、チケットはまだあるので、次は観覧車に乗ってみた。観覧車からのんびり眺める天の橋立も良いものですね。でも一人で乗るのでスタッフさんに話しかけるの少し恥ずかしかったの。まあ旅の恥は書き捨てってことで。ちなみに天の橋立は左右の海のこのような流れにより、土砂が堆積し形成されました。だから真ん中に橋がこかるような地形になったのか。帰りもリフトです。メリーゴーランドと SL のチケットがまだ余ってますが。さすがに男一人で乗るのは絵面がきついし精神的にも耐えられないから。では天の橋立を突っ切って今日の目的地へ。チャリダーもアルキストも両方いますね。今日の行程です。今は天の橋立を北上中。約3キロの松並木です。その後は西へ向かい、再び兵庫県へ入り、豊岡市まで向かいます。奥まで来るとほとんど人もいませんね。気危な。両端を海に挟まれ、松に囲まれた場所は滅多にないですからね。砂利のこぐ音だけが聞こえる特別な空間、良きですね。お、出口が見えてきた。北の方も静かで古風な雰囲気がありますね。こっちの方にある元伊勢この神社も見て回りましょう。ラジャー、ここですか。広いですが人があまりいないですね。伊勢神宮と同じく天照大神と豊受の大神が祀られています。そしてこの地から二柱の神は伊勢に移されたと言われています。だから元伊勢って名前なんですね。それって相当すごい場所な気がするんですが。奥の方が撮影禁止でした。この神社ガチだ。どの神社もガチやぞ。では豊受市を目指しましょう。豊受市ね。お米も実って季節の変化を感じますね。東北にいた時は田植えが始まったばかりでしたね。兵庫県に戻ってきました。そろそろ昼時ですね。豊岡といえば伊豆市、伊豆市といえば皿そば。いいね。ということでお昼はこちら、左京で皿そばをいただきます。これが皿そばだー。このように小皿に盛られたそばを薬味などで味変しながら楽しむのが皿そばです。わんこそばに似てますね。5皿では足りなかったので10皿食べました。成人男性だとそれぐらいが1人前みたいですね。さて、近くに伊豆市場跡があったので歩いてみましょうか。お堀の風鈴が壮観ですね。夏らしい良い景色。伊豆市場は1604年に山の麓に築かれ、城下町の発展の基礎になりました。明治時代に廃城になりましたが、復元されて現在の姿になっています。瓦屋根の城下町が当時の面影を残しているようで、ちょっとしたタイムトリップ気分です。この町並みは住田圏として保存されています。
は本日の宿へ。伊豆市って町は桃鉄で知ってましたが、てっきり伊豆市市があるものだとばかり。豊岡市にある地区でしたね。そういう勘違いはあるあるですね。そんな感じで今日も学び終えて宿に到着。ついに6000キロ王。本日は日本海側の方へ出てから西へ、新温泉町へ向かいます。今日はまずどこを観光しますか？まずは木の先温泉と考えていたのですが、途中の見物を買いに寄ったスーパーの警備員さんから玄武洞が涼しいよと勧められたので、まずは玄武洞です。地元の方が勧めるのなら間違いない。名前聞く限りでは洞窟っぽいですね。160万年前の火山活動で作られた柱状節理の洞窟が玄武洞です。中に入れるわけではないですが、迫力のある景色ですよ。それは期待大です。玄武洞到着です。そして洞窟がこちら。おお、でっけえ。何この圧巻な景色。岩が特徴的な形してますね。ちゃんと洞窟の穴もありますね。160万年前に火山の噴火で出てきたマグマが冷却され、それが4000年前に波の浸食で姿を現し、人の手により採石され現在のようになりました。洞窟部分は人の採石跡なわけですか。長い時間をかけて自然と人が作り出した景色なんですね。ここには他に清流洞、岩がところてんみたい、薬庫洞、ラピュタの地下っぽいな、北朱雀洞と南朱雀洞があります。上から伸びてる柱状節理が朱雀の尻尾に見える気がする。玄武洞は地磁気の逆転現象が解明された場所としても有名ですね。え？ゆとり世代の私にもわかる説明をなしゃす。地球は大きな磁石で、北側が S 極、南側が N 極というのは知ってますよね。だから方位地震は N 極が北を向くんですよね。実は地球の歴史の中で N 極と S 極の向きは何度も入れ替わっているのです。へえ。っていうことが玄武洞の岩を調査した末に世界で初めて判明しました。え、地球の歴史がわかる世界的な大発見じゃないですか。それが地磁気の逆転現象。もうひっくり返るのはいいですから。まさに詩人相応にふさわしい場所ですね。警備員さん、ありがとう。次は木の先温泉でちょっとゆっくり。この辺りは山陰海岸ジオパークに相当する場所で、玄武洞や木の先温泉、鳥取砂丘などがそこに含まれています。地球の恵みがいっぱいだ。ここが木の先温泉街ですね。どっぷり温泉に浸かると走る気なくすのでね。里の湯の足湯で気分を味わいます。足湯、あーあー、ぎもじくっそ汚い足と声。でも足湯も久しぶりですね。久々に足を見たかったでしょう。もうわけあるか。ここの足湯は冷たいんですね。夏だしそれも気持ちよきかな。では行きましょう。途中の海沿いで岩に挟まった岩がありました。ジオサイトの一つ、ハサカリ岩ですね。ハサカリ？この地域では挟まるをハサカルと言います。落ちそうで落ちないことから合格祈願で訪れる人もいるのだとか。受験生諸君、わざわざここを訪れるくらいなら家で英単語の一つでも覚えるのだ。お前が偉そうに言うことじゃない。次の観光地は空の駅、アマルベ駅にかかるアマルベ鉄橋です。橋ですか？1912年に完成した橋で、JR 山陰本線がその長い橋を渡っている姿が人々を引きつけ観光名所になっています。確か今はリニューアルされてるんですよね。はい、1986年の列車転落事故により橋が見直され、2010年に新しい橋が完成しました。もしかして今見えているのがそうですか？そうですね、あれが新アマルベ鉄橋です。高いところにある長い橋、男のロマンが詰まってそう。着きました。よし、登るか。あれは旧アマルベ鉄橋の部品ですね。おお、今の柱と全然違う。アマルベクリスタルタワーから登れますよ。FF3 のラスダニャンケ。到着。こちらは旧線路跡のようですね。右隣に見えるのが今使われている線路か。配線も残してあると派なんてノスタルジー。こっちは今使われている駅ですね。電車に揺られてどこかへ行きたいですね。これは旧アマルベ鉄橋の写真ですね。旧アマルベ鉄橋の資料や材料がこんなに残されてるとは、この橋がどれだけ愛されてきたかがよくわかりますね。その後は新温泉町まで走り、本日の宿に到着。柱状の部屋を独り占めじゃい。ここ数日晴れませんね。台風11号が近づいているみたいですからね。それでも雨が降らないうちは進みます。今日は兵庫県を抜け、鳥取県鳥取市まで向かいます。ここが鳥取砂丘だってはっきりわかんだね。宮津市からずっと日本海側を走ってるんですが、全然そんな感じがしない景色ですね。確かに近くに海がある感じはしませんね。しばらく走って31県目、鳥取県へ。太陽が出てきました。ありがとう、アマテラスネキ。近畿地方も走りきり、今日からしばらく中国地方編です。最初の観光地は鳥取砂丘ですかね。イグザクトリー、何度か大学時代の一人旅
の話をしてますが、一番最初の旅でしょっぱなに行ったのが鳥取県だったんですよ。マジですか。こういうのは失礼かもですが、最初の旅で鳥取を選ぶ人ってあまり多くない気がします。何か理由が？東京とか大阪とか大きいところだとあまり旅をしている感じがしないかと思い、あえてあまりよく知らない場所をチョイスしました。なるほど。実際その選択は大正解で、当時あまり知らない場所を回ったからこそ旅をしてるんだと実感が湧き、そこから旅にのめり込んでいきました。だから鳥取県には感謝してるんです。なるほど。で、オチは？ないです。ないんかい。なぜ今更になって大阪のノリを？この右側が砂丘のようですね。では早速、と行きたいところですが、その前に、売店で二十世紀梨ソフト。梨のようにフルーティーで美味しい。では砂丘へ。お、すごい。当時の鳥取の旅で最初に訪れたのがこの鳥取砂丘で、砂しかないという人もいますが、視界いっぱいに広がる砂の光景を初めて見たのでめちゃくちゃ興奮しました。旅の原点ここにありですね。靴に砂が入らないよう靴を脱いで歩いてます。砂は熱くないんですか？幸い今は太陽が隠れてるからか問題ないです。お、日本海、良い景色ですよ。海の方まで降りてみましょうよ。降りてきました。ひゃー、冷たくて気持ちいい。なぜ一つのパートで二度も生足を見なきゃならんのだ。ちなみに鳥取砂丘の海は海水浴場以外は離岸流が発生しやすいため遊泳禁止です。さて、海も楽しんだのでこの坂から戻るか。さ、砂丘の往復は疲れますね。砂の美術館も見ていきませんか？いいね。お、ガンジーがお出迎え。ここは世界初の砂を使った作品が展示してある美術館で、定期的にテーマを変えて様々な砂像が作られています。奥行きとかリアルですごい。髪の毛とか指とかも細かく作り込まれてますよ。ちなみに今のテーマは砂で世界旅行、南アジア編です。砂でこんなに見応えのある作品になるとは。砂ってすごい。中も外も見応えあり。では鳥取砂丘を離れ次の観光地、神風閣にやってきたのだ。ルネッサンス。神風閣は大正天皇が皇太子時代、山陰地方を訪れる際の宿舎として建てられました。鳥取県では初めて電灯がつけられた建物で、当時最先端の建築でした。大正天皇、というか皇太子様は当時何泊したんですか？3泊です。え、そのためにこんなに立派な建物を。滋賀県の慶雲館でも思いましたが、皇室の人が東京を出て回るってよっぽどの行事なんだな。その足で隣にある鳥取城へ。神風閣があそこに見えます。鳥取城といえば巻石垣でしょうか？何ですかそれ。石垣の崩落を防ぐために作られてもので、それがこれです。丸い。ここまで丸みを帯びたお城の建築物って初めて見ました。これのおかげで後ろの石垣の崩落が防げるんです。その後はサイクルショップ等で用事を足し、自由空間へ。自由空間、久しぶりですね。夏も終わりが近づいているのでしょうか。朝8時ですが21度、とっても過ごしやすいです。今日は鳥取県を大きく横断、いろいろ観光しながら米子市を目指します。最初の観光地は鳥取砂丘湖南空港です。え、なぜに湖南？名探偵コナンの作者、青山宝生が鳥取県出身なんです。元は鳥取空港と呼ばれていたのですが、2015年に鳥取砂丘湖南空港という愛称がつきました。当時ネットで事件が起きるだの、人が死ぬだの、爆発するだの言われてたのをよく覚えていますよ。散々な言われようだ。湖南空港の中に砂場コーヒーがあるので、そこで朝食をとります。鳥取にしかないコーヒーのチェーン店ですね。名前がネタに全振りしてますね。空港到着。すげー、入り口から湖南でいっぱい。喫茶ポアロもありますよ。ここで朝食を食べたいまである。まあそれは難しいので砂場コーヒーへ。朝食はトーストですね。分厚いので食べ応えありました。ゆで卵と野菜付きで栄養が取れるのも嬉しい。そして一服。ここのコーヒーは砂焼きコーヒーといって、コーヒー豆を鳥取砂丘の砂を使って焙煎したコーヒーです。砂丘愛がすごい。空港は湖南愛に溢れてます。飛行機に乗らなくても空港を楽しめますね。乗るとハイジャックされちゃうからね。お前みたいなやつが風評被害広めてんだろ。さて、次はどこへ行きましょうか？ネクスト湖南寿司院と、さあに、白兎神社です。湖南関係ない。ここは稲葉ジャンプと密接に関係のある場所なのだとか。関係あるのかもですが、もともとは、日本神話の稲葉の白兎に出てくる白兎神が祀られている神社です。あ、聞いたことある。その物語の中で怪我をした白兎が傷を洗うために使った池があるのですが、それがここだと言われています。え、
濁ってる。この水で体洗っちゃいかんでしょ。みたらし池というのですが、雨が降っても晴れが続いても水位が変わらないことから不相不言の池とも呼ばれています。あ、それは面白い。道路を挟んだ神社の向かいには白兎海岸が広がっており、ここも稲葉の白うさぎの舞台と言われています。はい、これは綺麗。うさぎだ、かわいい。神社近くの道の駅の駅長、みことちゃんです。神話道なんだ、かわいい駅長ですね。では米子へ出発。と思うじゃん。え、パンクしちゃった。あっちゃー。近くのサイクルショップは鳥取市内ですね。ここから10キロほど歩いて戻りますが。おう、しゃあない、戻るか。戻ってる道中にて。進めねえじゃん。マリオのファイアバーみたい。2時間歩いてパンク修理完了。バルブキャップがスケルトンになりました。走ったら光るんですか？ゲーミング仕様じゃないんだ。時間的に今から米子へはいけないですね。なので買い出しをすることにしました。まずは靴。これが今まで履いていたものですが、横に穴が開いたせいで防水性能の意味がなくなってました。雨降ったら終わりじゃん。なので12,600円でリニューアル。おニューの靴で新規一点。次にコンデジ。これは6年前に買ったものですが、レンズにひびが入り、撮影するとこんな影が出てくるように。これは確かに致命的。なのでこちらも27,680円でリニューアル。旅の出費は惜しみませんね。そして昨日と同じ自由空間に戻ってきました。ああ、でも4万円の出費はきつい。今日こそ米子に行くぞ。ということで本日は米子リベンジです。ちょうど今走ってるのが白兎神社前あたり。ここから先が昨日は行けなかったエリアです。おお、見晴らし最高。海岸線がめっちゃ綺麗。風が強めですが、その辛さを吹き飛ばすぐらいの最高の景色です。東北、中部、そして山陰と日本海側を走るのも3度目ですが、やはり日本海側は景色が綺麗で走りやすいですね。山陰地方の静かな海岸、なんだか優雅です。さて、今日の最初の観光地はここ北栄町にある青山豪商ふるさと館です。昨日青山豪商が鳥取出身って言ってましたべ。はい、なのでそこではコナンや青山豪商関連の展示が見れます。コナンファンなら行っておきたい聖地。ふるさと館周辺には至る所にコナンの像が設置されているので、それらも見て回りましょう。しばらく走って早速第一コナン像発見。ここは北栄町役場ですね。町全体でコナンを推しててすごい。 JR 山陰本線の由良駅にも像がありますので、そっちも行ってみましょうかね。もしかして全部の像を見る気ですか？見たい気は山々ですが、像はありすぎるぐらいありすぎるので、代表的なものだけを。亀有の養蚕像よりあるんじゃないかな。お、あれが由良駅ですか？そうですね、由良駅、またの名をコナン駅です。駅降りてすぐにこの像が目に入るのはテンション上がるな。駅からふるさと館までの道に像が設置されているので、距離にして 1.5 キロほどあるのですが、飽きずに歩き続けることができます。途中に駆動艇がありますよ。ベルが押せるみたいです。おう、コナンが喋った。はぁ、なんだよ、うっせぇな。あ、新一、お客さんだよ。すげぇ。中に3人いるみたいですね。あそこに小さくスバルさんがいるのを私は見逃さなかった。隣にある喫茶ポアロで本当に食事ができます。こちらが名探偵スカッシュ550円、こちらがアムロさんのハムサンド880円。アムロさんのお手製ですかね。そう信じるのだ。ふるさと館到着。道中の像も一つ一つ作り込まれてましたね。ではコナンワールドへ。コナンゆかりのグッズがいっぱいだ。原画や直筆サインと一部を除けば内部は撮影 OK でした。中でも面白かったの、箱の犯人が使ったトリックを再現してみようのコーナー。セロテープを使った密室を作り出すことに成功しました。いつか使う時が来るといいですね。悪用現金。初めてふるさと館を訪問し、クイズに答えると上の初級のマイスター認定証がもらえます。下のカードは初級の認定証を持って再度来館し、クイズに答えるとこの中級の認定証をもらえます。じゃあ
ここに来るの2度目だったんですね。例の大学時代の一人旅で来ました。でも当時は新一の家はなかったな。そういう変化を見つけるのも一つの楽しみですね。クイズは館内をくまなく見れば答えがわかるようになっています。初級、中級、上級、プレミアムとランクが上がれば難易度も上がっていきます。プレミアムまで4回訪問する必要があるのか。あとふるさと館の向かいにジェラート屋があるのですが、暑い中食べたラムレーズンジェラート超うめえ。ガソリンを補給できましたね。さらにふるさと館の駐車場で宮崎発の日本一周中のライダーと遭遇しまして、これから北上していくそうです。宮崎来るときは連絡してほしいとのことだったので、また会うことになるかも。鳥取でめっちゃ旅を満喫してますね。アッパとか。早く通り過ぎて。犯罪者の反応。何もしてないのに反射的に身構えてしまうのなんでだろう。時代を感じるネタだ。さて、夜名越しに入ったので、鳥取にいるうちに牛骨ラーメン食べちゃいましょう。おう、豚骨よりあっさりしてる。足りないので餃子も注文。鼻から抜けるニラの風味が美味。でもって快活クラブへ。コナンのところでお土産買いすぎじゃないですかね。気づいたら買っちゃってた。後悔はしていない。昨日と今日の支出とバックパックが重い。